来年春の選抜甲子園を目指し熱戦が続く高校野球、ベスト8をかけた3回戦は1969年の春選抜以来55年間甲子園から遠ざかるシード首里高校と、98年以来27年ぶりの甲子園を目指す沖縄水産、伝統校同士がぶつかりました。首里高校先発はキャプテンも務める金城翔士、キレのある変化球武器に沖水打線を振ります。すると3回、3本のヒットで満塁のチャンスを作り、4番の大城七瀬。タッチアップで1点を奪い先制に成功します。リードを奪われた沖縄水産ですが、背番号1を背負う宮古島出身久貝要、尻上がりに調子を上げていくと、6回には3者連続三振、緊迫した投手戦を演じ味方の援護を待ちます。1対0のまま迎えた終盤8回、今度は沖縄水産が満塁のチャンスを作り、3番山城優馬。1で食らいつきランナー2人が生還、試合をひっくり返します。気持ちのぶつかる好ゲームは最終9回、1点を追いかける首里高校。この回先頭大城聖翔がスリーベースヒットでチャンスを作り、8番1年生の宮城スタメ。センバツへの道は譲れないと土壇場首里が追いつきます。なおも2アウト2塁として1番宮里優希。言葉にできないぐらい嬉しかったですし、やっぱりもう自分のこの野球人生の中で一番に入るぐらい嬉しかった場面だと思います。劇的なサヨナラ勝ちで伝統校同士の熱戦を制した首里、ベスト8進出を決めました。やっぱり先輩たちがやっぱり継いできた野球であったりだとか、そこはしっかりと、まあ、伝統を守りながらでもやっぱり自分たちが歴史を作っていくっていうところをしっかり意識してます。秋が、まあ、自分たちではまあ今チャンスかなってやっぱり思ってるので、まあ、そこをしっかり目指してこれからも頑張っていきたいです。今日その他の試合結果はご覧の通りです。大会はベスト8が出揃いました。決勝に進んだ上位2校は選抜甲子園出場の重要参考資料になり、九州大会へと出場します。